やっはらー皆さん、こんにちは、みやびんです。はい。あの、カリスマヒカルさんの真似をしてみました。あれ、多分一生言な気がする、私は。はい。っことで今日は、こちら !KZ の DQ6 を皆さんと一緒に検証していきます。中華イヤホン第何弾だ,んだ ?7 弾ぐらいかなもう。かれこれ。はい。いきます。気持ちいい。お願いします。Oh, oh. MVP11 はいいい MVP! 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 MVP、MVP 私のこと <MVP> そんないいよ MVP ビッグフライおニタン、MVP、11月ぐらいに発表されるそうですが、うん、まあ最後の試合すごかったですね今日もニュースでね。ホームラン打ってねまあもう今日もとか言うとどんだけため撮りしてんだよってあんまため撮りしてないですけど <laughs> まあ、順番入れ替えたりしてるんで <laughs> 今日最終試合やったんですけど。 最後にホームランを打つとはね。とんでもないそして100打点いってしまうというね。あ、そうなのクワトロじゃなくてクイーン,ンティプルハンドレよくわかんないですけど。<laughs> <の>クワトロはピザやな <laughs>、うん。ね、5個も100超えて、うん、メジャー史上初という。ほえー、!MV 取っとしね。うん。すごいね、あの人、ほんとに。<laughs> まあ、たぶ、うん。 この冒頭の雑談でみんなバンバンバンって消してると思うけどねえみんなさもうせっかちじゃないそれうちのコンセプトねあのラジオみたいにまったりっていうのがあるって、うんで一個いいですかだから BGM 入れるのやめたんですよあなるほど、うん、いやあの最近私の周りで、うん、あの仕事をしながらラジオ感覚で聞く人が今いるそうですよで、うんうん、もうラジオみたいに映像のあるラジオみたいにっていうコンセプトなので、うん、大事 えー、そのつもりで見ていただけると長いので、はいはい、えー、で、えー、今日は「みやびが大好き KZ さん」はいえー、前回の KZ さんはちょっとねダメダメで2人ともおすすめしませんでしたけどもまあ安,安すぎたのかな1600円だったかな、うん、まあ今回どうかえー、今回のはですね 3、えー、ダイナミックドライバーというダイナミックドライバーを大きさ違うのを1個と2つ積んでるというあのまた変態仕様なんですけど<ー>それをび、えー、先生が気に入るかどうかっていうところでつな、はいえー、がってないんで、はいえー、僕につなげて曲を流してみましょうえりませんえりものー <laughs> やべーーえツッコめねえというわけでもうやってきます<ー>ああまた鳴ってる <laughs> あー音でかいね多分ね うそうだ、優勢はこうつなぐと流れるんだよね。というわけでえー、っと、ラブシックはまた間違えた、えー、っと、ブラックピンクさんでラブシックがあるからいきます。おなんか私期待できそう今回のはい,はい,はい,はい、はい、うんうん今のところすごくいい感じだから。 あちょっと、あの、音がこう、くんとくるで、えっと、刺さる感じ。はい。はい。では、えー、スタンバイミー、スタンバイユー、平井大さんですけども、はい、もう、ブラックピンクの時代で刺さるって言ってるんで、えー、地獄のクラップが始まるかもしれません。<laughs> ちょっと怖い。ボーカルまではいい感じ。 この後のクラップ問題が気になるけどあー刺さりますね夫 <laughs> の迫力は私好みなんだけどはいえー、続きましてえー、これも厳しいと思いますがえー、イヤホンヘッドホンに厳しいワニマさんのともにえ <laughs> あフ<ー> <laughs> やっぱりあのやばいああやばいっす、えー、でシミショウさんとワンオクタカさんフューチャリングのカーテンコールうん <laughs> これはやっぱりあのいいですね優しいって感じで高いキーもないからこうクーンとくる感じもないしうんうん 聞きやすいこれは、はいい聞きやすいということでじゃあいま、えー、だに解明されておりません綾瀬さんの夜なでるメノウなのか夜なでるメノウなのか、えー、知ってる方教えてください。あちょっとあの歌はいいんだけど後ろの あの、BGM が刺さるかなははい、はい、というわけで <coughs> 中華絵本第7弾か第8弾になるんですが、はいえー、恒例のお値段発表です。えっ、ーうん、そんな安いの今回もまたこの値段なので、えー、あなたが気に入った7600円の ZAS さんよりかはこれもあの。 あの『ザ・ドンシャリの』のみやびが大好きな『ザ・ドンシャリ KZ』のイヤホンなんですが、うん、やっぱねえー、っと4,000円ぐらいの差で4,600円ぐらいかな、うん、の差が出たかなとがとにかく刺さります。すそうですね。ただこの間の1,600円のやつと違って、うん、作業とか他業は刺さりませんそこまでは刺さりません。 なのでまあ3ダイナミックドライバーっていうことでどんな感じかなと思って、うんえー、買ってみたんですが、うん、まあちょっとハイが刺さるんで、うんまあ、ハイ刺さってもいいハイ好きな方っていうかどんしゃりでハイがバシバシきてもう迫力あって元気ならいいよ2999、うん、円でしょっていう方には買っていいと思いますけれども、うん、あと音バは狭いです。 で音に艶っぽさ等は一切ありません。なかったで元気でハキハキした音が好きな人向きで思った以上想像してた以上っていうレベルですけど定位と分離感はまああるかなとうん、うん、いう感じで、えー、高音が刺さらなければ、うん、多分みやびはお持ち帰りしたと思います。 そう最初のなブラックピンクさんのメロディーの時は迫力あったから期待したんだけどね。そこがあそ、ね、まあ多分 ZAS との違いだと思うんで。これが中華イヤホンの奥深いところで。難しいね。難しいところなんですよ、えー。というわけで、えー、まあ3000円ぐらいで、うん、まあ 高音刺さってもいいよ、うん、そんだけはっきり出てるはっきりくっきりカリカリした音が好きで、うん、低音もどんどん出るっていうイヤホンが欲しい方は、うん、まあ買っていいと思いますけれども、うん、まあ僕らの答えからするとまた買わないない <laughs> らない <laughs> ってことはこれはもう中華絵本って売れないので。うんうん これは、お蔵入りなんで、ねえー。もったいなまあ一応、えぇ、ー、ダップで刺さらなくなるか聞いていただきましょう。あそうだね。ええー、そういう時に限ってダップの電源が落ちているというパターンがあるんですが。というわけで、えぇ、ー、ダップでも一応聞いてみようというところで、はい、まあ数曲ですけど、て、うん、かいきなりあの、こやつが現れて、<う>エリザベスカーラーしてますけども、 あの、肛門が破裂しまして、あ嘘です。正確には、えー、肛門脳炎破裂というやつで、えー、もう、年も年なんで、えー、健康な方の肛門、犬に肛門腺っていらないので、実は。へ<ー>まあ、取れるんだったら取っちゃった方がいいので、ただ麻酔の危険があるので、推奨はしませんけれども、ただ、こやつ、肛門脳炎が破裂しまして、<laughs> えー オペをして緊急,緊急手術をしてえ退院してきてエリザベスをしておりますエリザベスさんなのでしばらく登場してませんでしたはい恥ずかしいんだよねお帰りやたかったんだろうというわけでラブシックガールをかけてみますおお あれタップ通したら。めっちゃ私理想な音だけど、今 <laughs>。はい。あれこれがね、あのー、あ<れ>スマホ直と、ダップの違いで。<laughs> あれ、ね、特にこのダップさん、マイルドになるんで、うん、刺さらなくなっちゃうんですね。すごくいい。迫力ある残しつつ、ね。実はあらかじめ聞いてて、あの知ってたんですけどやはり。だから聞かしたんですよ。うわ ダップって必要なんすよ。持ってねー。えーまあでも中華イヤホン聞くんだったら中古でいいんで、うん、まあ今度教えますけど、うん、ソニーのこんぐらいの。あんのソニーさんうん。ソニーの A シリーズってやつ。うん、だったら12万円で買えるのでまだちょっと音楽に12万。ストアの刺さんないですけどね。なるほど。でも3本持ってからな。えーっと「スタンバイミースタンバイユー平井大さん」。 いやーやっぱこれもねいいですねあのー、はいやっぱダップ買うべきかなって思えてくるクラップもいい感じですはいなので困った困ったえーっと多分ね困ったよこっちもいけんじゃないですかねよなでるめのさんおあ あの出だしから違う。え周りの BGM ちょうどいい。はい。絶対違う。というわけで、あの、このイヤホンのポテンシャル、えー、これで分かっていただいて、ここまで見た方にしか分かんないんですけど、そうだね、ポテンシャルはちゃんとダップで鳴らすと、刺さらなくなって、いい音になるので、全然違うえう、ー、スマホ直刺しで聞いて、なんじゃこりゃってなる前に、 ちゃんとしたダップっていうかちゃんとしてなくてもいいんですけど、<え>まあエントリーのダップでいいんですけど、聞いて、うん、あれあやっぱり違うんだっていうのをよくわかるので、うん、これがこうこの人の実力なので。いや思った。えっと本当に違うの。びっくりした。いや多分ラップを持ってればこの人持ち帰ります。ですね。あのドンシャリなんでね。ザドンシャリで刺さらなくなる。もう本当にあの。 急に私の理想だったからびっくりしたというわけでこれでダップのありがたみというか意味が分かったと思うんで、うん、沼がだどん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 近づいてきておりますやばいですねいや私ガチで中華今結構気に入ってるからなまあ中華コレクターなのでもうもう今3本そうだねもう3本奪ってってますから <laughs> というわけで、はいえー、今回は KZ さんの まあ、比較的安い方の2999円の、うんえー、DQ6 を、えー、レビューさせていただきましたが、はいまあ、最後、ダップを聞かせるというあの僕の作戦にハマったところで<ー>ドローンします。シュッシュッシュッいや、サプライズだったなはい,いや、今回も中華の恐ろしさを思い知りました、そしてダップの都合さも思い知りました。はいえー ワンちゃん1、2万で買うって、ちょっと揺らいでる自分もいるから、まあ、もし買ったらね、また皆さんにここで、いますね。はい。ということで皆さん今日もありがとうございました。えー、よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。